数学、特に代数幾何学では、ドナルドソン・トーマス理論は、ドナルドソン・トーマス普遍量の理論であり、三次元から微合う多様体上の層のコンパクトなモジュライ空間が与えられると、そのドナルドソン・トーマス普遍量は点の仮想数である。すなわち、この仮想数は仮想基本類に対してコホモロジー類が1となる積分のことである。ドナルドソン・トーマス普遍量はキャッソン普遍量の正則な類似ものである。普遍量はサイモン・ドナルドソン&リチャード・トーマスで導入された。ドナルドソン・トーマス普遍量は三次元代数多様体のグロモフ・ウィッテン普遍量やパンダ・ハリパンデとトーマスによる安定ペアの理論と密接な関係を持つ。ドナルドソン・トーマス理論は物理的には弦理論やゲージ理論に現れるある BPS 状態に動機を持っている。グロモフ・ウィッテン普遍量の基本的なアイデアはリーマン面から滑らかな対象への写像を研究することにより、空間の幾何学を探ることである。そのような写像のすべてのモジュライスタックは仮想的基本類を持ち、このスタック上の交差理論は数え上げ情報を持つことがある数値的普遍量となる。同様の精神で、ドナルドソン・トーマス理論へのアプローチは、それらの方程式により、さらに正確には、空間上のイデアル層を研究することで、代数的三多様体の中の曲線を研究することである。このモジュライ空間もまた仮想基本類を持ち、数え上げのある数値的普遍量となる。グロモフ・ウィッテン理論では、写像は多重被覆や領域曲線の崩壊成分でも可能となるが、一方、ドナルドソン・トーマス理論は、層の中に含まれるべき例情報を持つことができる。しかし、これらは整数の値の普遍量である。モーリク、アンドレイ・オクンコフ、ニキータ・ネクラソフ、ラフル・パンダ・ハリパンデによる深い予想があり、より一般性をもって、代数的三多様体のグロモフ・ウィッテン普遍量とドナルドソン・トーマス理論が実際、同値であることを証明した。より具体的には、それらの母関数は、ある適当な変数変換で等しくなる。三次元から微合う多様体に対するドナルドソン・トーマス普遍量は、モジュライ空間上のウェイト付きオイラー特性類として定式化することができる。最近では、これらの普遍量、モチーフ的ホール代数、量子トーラス上の関数間の間に関連があることが示されている。若くして病死した長尾健太郎が4次元のゲージ理論と6次元の弦理論を結ぶ。ポテンシャルの切断によるリダクションという成果を上げた。ありがとうございます。